肩と腰のアングルを変えずに行うテイクバックについてです。テイクバックで注意したいのは、手より先にヘッドが出ないようにしたいです。で、そのためにはどうするかというと、必ずヘッドは最後に置いておいて、自分自身の体重移動だったり、グリップが移動したりっていう運動で、最初の起こりをスタートのきっかけとして起こしてあげて、それが右向きの回転運動につながっていければ良いと思います。でそこで注意したいのが、ヘッドがスタートして重さが上に通常より上がってしまいますので、体が下がる状況ができてしまいます。このような形になると、トップで下がってダウンで上がるというような形を誘発しやすくなってしまいますので、なるべくしっかりと体重を乗せた右側に行く。それでその時にクラブヘッドとクラブは体の幅の中に出ないような最初のスタートのきっかけを取っていただくと、そこからそのままこの体の幅にあるまま体を回していくという状況を作っていけますので、同じような状況に見えるのですが、体の中に入れておいて体の幅の中にあるのと、体の外に出していて体を回すと、このように場所の位置が最終的に変わっていってしまいますので、なるべくヘッドは体重を乗せて肩と腰のアングルをあまり変えないようにした状態のままスタートしていただいて、そこから一緒にバックスイングに入っていけるようなイメージで練習していただくと、テイクバックがひょこって上げたりっていう動作を少なくできますので、なるべくヘッドは最後にスタートして、この体の幅の中に入れて体の中に収めたまま右側でしっかり回るっていうことを考えて、テイクバックの初期を練習してみてください。そして次にバックスイングです。バックスイングも体の幅の中に入れて、そのまま足からこの下半身から回してあげないと、上から回していくと上の方がこのように角度差がすごくついてしまいますので、体の回転が難しくなってしまいます。ですので感覚としては、下の方から回してあげるとある程度一定の回し角になりますので、なるべく上の方で回すような意識をしてしまうと、このように腰と肩のこの棒が交差してしまいますので、重さをゴルフクラブというのは上半身で持っていますので、多少のねじれというのは無意識でやっていても、このように角度差は発生しやすくなってしまいます。ですがそれを意図的にねじっていくというような動作をすると、このように力はあるような形なのですが、角度に差がつきすぎてしまいますので、必ず戻すときに違う方向に力が加わりやすくなってしまいます。ですので下半身リードと言いますが、下半身でしっかり動きを作ってあげるっていう意味で、回転はこの体の向いている胴体が右左と向いていく動きっていうのは、上半身がねじれて作っているのではなくて、下半身の下の足が向きを変えているような感じで意識をしていただくっていうことが大切になります。そうすることで、この肩の腰の傾きみたいなものを減少させられますので、このように肩だけをねじってしまいますと、肩の向きが全然ボールの方に向いて腰の向きが上の方に向くなどして、肩と腰の行きたい方向がずれてしまいます。ですのでなるべく下半身で体を回していただいて、同じタイミングで戻ってくるような形、そして両方を回していただくと、その体の幅の中にクラブは収めやすくなりますので、上半身だけで回していくと腕がねじれて奥に体の幅からずれてしまうというような症状になりますので、その辺は注意していただいて、なるべく一緒に動いているところでスイングを完結できるように練習してみてください。体を回していると、全体的にどこが動いていて、どこが止まったり動かしすぎたりっていうのがあまり分かりませんので、一度このまっすぐ構えた状態で素振りをして確認してみてください。で、大体の人が思いっきり振ると、このように体を回したいので体を回しているのですが、体を回す動力はあくまで下側のこの下半身のあたり、このちょうど服の下のズボンの紺色のあたりのパーツがうまく胴体の向きを変えていただいてスイングしている。で、その上のこの灰色の部分の
パーツはこのクラブをあまり暴れさせずに、この体の幅の中のこの四角形あたりのところをなんとかクラブとこのグリップを推移させて体の正面に収めながらスイングを完結させてあげているというような状況をイメージする必要があります。で、腕やこの上半身はこう体の位置をうまく保ちながらスイングして、この腰から下の下半身がしっかりと体全体を右向きから左向きに変えているというような形になります。で、その時に一旦この下半身の動きを一回少しスタンスを広くして膝を曲げて動かなくしていただいて、真横に素振りをして、こう振る時に肩がなるべく動かないように連続でスピードを出して素振りをしてみましょう。そうするとある程度振られて体は動くのですが、大体の人は、上を動かしている人はこのように肩が揺すられてなんとなく波を打ってしまうような状態が作られてしまいます。ですのでなるべく水平のあたりで肘と腕をうまく振っていただいて、このように体の前を通過する訓練をしてみてください。そうすると体が真正面を向いたときに両腕の長さが一瞬長くなって通過して、長くなって通過するっていうイメージが湧きますので、そういう素振りをしていただいて、これをやる肩でこのように揺すってしまう人がいますので、そうなってくると体が揺すられてヘッドを振ってしまっているっていう状態になりますので、なるべく下半身を動かないようにして腕だけが体の前でしっかりと伸びていくっていう動きを作っていただいて、この向きとかはあまり気にしないために棒などで振っていただいた方がいいのですが、肩をこう揺すっていくのではなくて下半身を止めて肩も止めて、その中間の肘とかのあたりでまっすぐ打てるように少し素振りをしてイメージを作ってみてください。体の縦のこの幅の中にもクラブを押さえる練習をしてスイングしてみましょう。で、それは実際にはこう剣道の面のように後ろからこのように耳元からクラブを単純に振る練習をしてみてください。で、これも同じで手首など少し柔らかく持って単純に体の耳元、肩の上からこうクラブを振り続けていただければ分かるのですが、肩を揺すってるしてしまっている人はこのように円弧が大きくなって八の字具合が大きくなってしまいます。ですのでなるべく体を動かさずに腕だけを縦に振るストレッチ代わりだと思ってアップでこのようにしていただくと、比較的狭いバツというか狭めのバツになるのですが、肩を揺すっていくとこのようにバツの大きさが横幅が広くなってしまいますので、なるべく体の幅の中に収まるようなイメージを自分自身で持っていただいて腕を動かしていただく練習をすると、少し近いところで振っているようなイメージと体の幅の中にクラブとグリップを動かしているっていう感覚が少しずつついてくるのではないかと思います。そのままの感覚で下半身を右向きにしていただくとトップっぽくなりますので、同じような感覚で下ろしていただくとスイングになりますので、なるべく体に自分では近いところから下ろしているような感覚を持って素振りをしていただければ、少し腕の使い方がイメージがつくのではないかと思います。スイングの最後まで体を正面に向けていって、正面のまま、そしてクラブも体も正面に入れて体の幅で推移させてフィニッシュまで終わっているようなイメージが必要になります。で、その時に必要なのが、まあ、イメージとしては右肩のあたりぐらいから左肩ぐらいのあたりにクラブが抜けていくような形でスイングできると、クラブのその縦の動きというか立った状態で幅の中にあるのと、体の横の下半身で作った回転の中にクラブがあるっていう状態が全部揃っていますので、フィニッシュが体がまっすぐ大体向いて、大体縦にこのように収まるのが少し横になっているぐらいの形の素振りができるようになってくれば、ある程度正面で打てているということになります。そのフィニッシュを作るためのイメージの練習としては、最後に
万歳をして背骨にしっかりと裏に行くような形で万歳の形でフィニッシュを取って、素振りをする練習をしてみてください。そうすることで万歳をして頭の上をクラブを越えていくには、ある程度体の向きも真正面に向いてないといけませんし、体が横回転するとクラブが横に遠心力で引っ張られることによって手を上に上げた状態でクラブを抜くことができません。ですので後ろ向きから前向きの時にある程度クラブを前に担げるような形のイメージで軽く素振りをしていただいて、体と腕のタイミングを少し考えていただければ、比較的正面でなおかつグリップが体の幅の中で動いているという感覚が少し分かってくると思いますので、ぜひ練習してみてください。